時刻は8時を回りました。FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。11月20日、月曜日、マイオアシス、これから2時間生放送をお送りいたします。沖縄市中央パーカビベニュー入り口、国道3 3 5線沿いにあります、FM 小座のスタジオから私、は図がお送りいたします。皆さん、おはようございます。早いね、もう11月も後半ですね。 もうあと10日したら12月ですよ。やばいね。<laughs> 先週ですね、あのまず友達とめでたい旅行でちょっとあの友達の結構おめでとういいにあの福岡に行ってきたんですけど福岡おいしいね、やっぱり。福岡おい岡美味しい。なんかもうこの,あの目的以外はもう。 飲んで美味しいものを食べるってことしか頭になくてもう福岡美味しいなんかね前行った時はもつ鍋だったりとかなんかこういう名物を攻めたんですけど今回初めてあの福岡の屋台福岡屋台が有名って聞いたことはあったんですけど行ったことはなくてでこの中洲の中洲の方に行って。 屋台もこの連なってるやつも見れてもう超感動してでもなんかちょっとあの回転率が上げようとしすぎてちょっと食べたらもうあの追加注文はラーメンとか以外できないですよって言われるわけだからもう早く出れな雰囲気がすごいわけさ <laughs> このなんかちゃんとあの常連さんとかを大事にするお店もあるみたいなんですけど 回転率を上げるためにね早く出されたんですけどね、屋台は。<laughs> でもなんかサバ味噌だっけサバ味噌じゃないな。サバ味噌だっけ <laughs> <laughs> なんか福岡の初めて食べたんですけどなんかよくあのサバ味噌って書かれててあサバ味噌だっけな <laughs> なんかそのお刺身サバのお刺身のやつで味噌がかかっててあごまサバ <laughs> なんかもう名前忘れちゃったんですけどそれがめっちゃおいしかったです福岡あそうごまさばですごまさばんかやっぱ福岡っておいしいなって思いますなんか行くたんびになんか仕事とかでもたまに行ったりするんですけどなんか福岡おいしいものこの地元民が福岡っておいしいものいっぱいあるよっていうくらいだから。 なんか何食べてもおいしいしなんかどんどん尽きないいろんな名物が出てくる感じでもうねもつ鍋とかもやっぱ最高でしたよおいしかったいいですねなんかしかも寒い時にあの行く福岡しか行ったことないけどやっぱ寒い時に福岡のもの,鍋あのもつ鍋とか,なんかおでんだったりとか屋台でもおでん食べておいしかったですよでも今回は福岡の,あの 1>, 1店舗もラーメン屋は巡らなかったんですけどまた次行った時はラーメン屋も行きたいなって思いますねあら今もう早速コメントで福岡ケーキもおいしいよって <laughs> そうなの福岡も制覇ですねご飯もおいしいデザートもおいしいいいですねだからなんかもうこういう日本各地回ってみたいなと思ってこのその都道府県のご当地のなんかご飯だったりとか あの観光スポットだったりとか,なんかもっともっと日本のいろんなとこ行って美味しいものとかもあの食べたり見たりしたいなって超思いましたまた今回旅行とか行くたんびにこうなって思うんですけどやっぱり旅行っていいなって思いましたねということで今日のテーマ発表いたします。今日のテーマは おすすめ行ってみたいい都道府県でございますまあそれまんまなんですけどおすすめ自分,の自分が旅行行ってこっち超よかったよとかあとあっち行ってみたいなって思う都道府県絶対あると思うんですけどそういうの教えてください。今日のあ間違えた、えー、メールアドレス 七六一アットマーク f m c o j p 七六一アットマーク f m c o j p までお待ちしております。また、メッセージやリクエストは、FM コザのホームページから直接送ることができます。番組表の番組名をクリックしていただくと、メールフォームが開きますので、そちらからもお気軽に参加してくださいね。そして、FM コザでは Ustream とツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM コザのホームページより簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。それではそれでは今日も8時から10時までの2時間生放送、元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いください。 それでは本日のオープニングナンバーです。星野源でファミリーソング。 時刻は8時13分になりました。沖縄市中央パーカビニュー入り口。 国道三百三十号線沿いになります。F. M. 小座のスタジオから私、私は図がお送りしております。それでは、この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたします。まずは、お天気からお伝えいたします。えー、本日二十日。沖縄本島中南部のお天気は曇りでございます。曇ってますね。 お日中の最高気温22度って、なんか過ごしやすすぎません <laughs> 今日は沖縄の日中最高気温22度でございます。降水確率は、えー、朝の6時からお昼12時までが10%、お昼12時から夕方6時まで20%、夕方6時から終、えー、日30%となっております。なんかだん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 上がってくる感じだね。 なんかちょこちょこでもう雨降るよってか今日も降ってたよね来る時ねあ今日の降水確率は朝10%は嘘だね <laughs> えそれから沖縄本島地方の沿岸の海域では21日明日にかけて波の高い状態が続く見込みですうねりを伴った高波に注意してください以上お天気情報をお伝えいたしました 続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からお伝えいたします。えー、ただいまの時間ですね。あ事故、えー、北中城インターから那覇インターにかけて上り、でこちら、事故がただいま発生しております。えー、それから、あ二2個ありますね。それから え、西原インター付近、こちらも上り、西原インター付近で衝突事故。こちらは規制がかかっております。事故がちょっと多発しているようですね。皆さん気をつけて通行をお願いいたします。以上かな。続いて一般道をお伝えいたします。えー。 坂東只今戸口交差点戸口交差点で、えー、渋滞。それから図けらんから石田にかけてずけらんから石田にかけて渋滞。えー、それから前原から大蛇な大蛇名から前原の両車線長い渋滞が見られます。えー、58号線。大蛇名からぐすくまにかけて。大蛇名から。 えー、グスクマにかけて、えー、那覇向けこちらも長い渋滞が発生しております皆さん気をつけて通行をお願いいたします以上道路交通情報をお伝えいたしましたそれでは続いてツイキャスからいただいた全国のお天気をご紹介いたします皆さん今日もありがとうございます、えー、まずはですねチャオカさんありがとうございます アズメグー、皆さんおはようございます。今朝の名古屋は、あいにくの曇り空。ピンと張り付いた空気が一段と寒さを強めている感じの朝です。ええー、もうその表現、すごい寒そう。ピンと張り付いた空気って。うぅ、寒そうですね。風邪ひかないように、ぬくぬくして出かけてくださいね。ありがとうございます。えー、続いて、 ルトルフさんありがとうございます。はい、さいおはようです。結婚式はいつかな <laughs> あずちゃん。メグさん、今日も元気で。メープル。<laughs> これメグ。<laughs> メグがメープルになっちゃった。<laughs> 大阪はどんよりした朝で6度。最高気温は11度。最低気温は5度みたいですよ。いい、寒いですね。 もうなんか想像できない寒さですよね今この状態よりも超寒いってことでしょはぁ、あ、信じられない今でこの温度だ高もうどんどん下がりますよねきっとうとさんも防寒対策しっかりしてくださいねありがとうございます、えー、続いて NUJ さんよりいただいてますおはようさんです今朝の横浜は曇り予想最高気温は11度冷えますね 冷えるね最高が11度なんてもう寒い <laughs> もう寒い寒いでもなんか都会の冬って感じですね <laughs> ありがとうございます、えー、続いて大塚健二さんよりいただいてますおはようございます埼玉は曇り降水確率は20%、えー、最高が9度最低が2度の予報です あーさもう最高もう一桁ってどういうことですか <laughs> いいですねえー、お題後からこれをご紹介しましょうねありがとうございます寒いねえっ、ー、と終わりかな終わりかな以上ですね皆さんありがとうございます、えー、続いて FM 小座こちらから見えるお天気でございますが もう曇りですしかもなんかやっぱり雨が降りそうななんか曇り空っていうかどんよりした感じですねなんか薄暗い感じですなので外も、えー、交通量は今の時間帯やっぱり多いですので皆さん今日も一日安全運転でよろしくお願いいたします以上道路交通情報お天気情報をお伝えいたしました 時刻は八時二十分を回りました、えー、本日の今日のトークテーマおすすめまたは行ってみたい都道府県でお送りしております、えー、早速ですね追加するコメントをいただいております大塚健二さんよりありがとうございますお題行ってみたいもうズバリ沖縄です <laughs> 一桁温度がないのは羨ましいですそうですねもうさっきね埼玉はこうせあのー 紹介していただいたんですけど埼玉今日最高が9度最低が2度もう最高の時点で一桁ですもんね信じられないよねこういう天気しかもこういうところに住んでる寒い地域に住んでるってことはもう逃げられないもんね、うん、なんか沖縄うちなんちはなんか旅行とかで寒いところに行きたがって寒いって感じだけどあれそれが毎日って考えたらやっぱ大変だよね 防寒対策とかもう北海道の人たちとかおしゃれのなんか何防寒対策とかじゃなくてもう本物のやつっていうじゃん <laughs> この対策がなんかそこら辺はちょっとかわいそうかな若い子たちはもうぜひ賢治さん来てください沖縄もしかしたら今うちらの人からしたら寒いけどやっぱり賢治さんたちみたいな超寒いところで生活してる あの方々を今こっちに沖縄に遊びに来たら「あったかいはずね」ねでもそれであのよくあるのがあのうちなんちゅうが内地に学校とか仕事とかで出てて県外に出ててで沖縄に何かの里帰りしてる時に「あったかい現象あったかい,っい」って勘違いっていうの <laughs> して帰ってくるから。 一気に薄着に薄なるんですよだから絶対100%の確率であの学生の頃とか帰ってきてるメンバー風邪ひいて戻ってました内地に <laughs> みんなあっちでは防寒対策しっかりするけど沖縄帰ってきたらあったかいっていうあれに襲われて絶対風邪ひくんですよでもなんか沖縄あるあるなんですけど沖縄にいたらめっちゃ寒くないですね寒いよねめっちゃ。 風があるからからな。沖縄にいたら普通にめっちゃ寒いけどあっちとは多分県外の寒さとは比べ物にならないかな <laughs> だからうちなんちゃきっと寒さに弱いんでしょうねこっちでも寒がるから <laughs> ケンリさんありがとうございますそうなんですルドさんあの福岡最近、き選手行ったんですけど福岡寒かったですよ でもいい感じの寒さでしたなんか飲んでいい感じになんか酔いが回りにくかった気がする <laughs> ちょっとひんやりしてる具合があと寒かったからあの福岡あれやってたんですよクリスマスイベントみたいな駅前でそうしかもちょうど着いた日の前日ぐらいからやってて超タイミング良くてでそこでめちゃくちゃねあのホットワインが売られてて なんかもう本当にあのシ,ュシュートーレンだっけシュノーレンドイツのホットワインの隣にそれが売られてたりとかクリスマスのグッズがめっちゃ売られてたりしてなんか超かわいい空間で,でホットワインこのみんな飲んでてもうそれが、超寒かったから夜とか超おいしくてシナモンの香りがする赤ワインなのかな。 ふ段赤ワインとか超苦手なんですけどもう寒いマジックかすごい美味しかったですよなんかみんな,ないいなこういうのって思ったなんか沖縄はねやっぱそういうの少ないから車移動が多いから歩いてたまたま通りかかったところでイベントしててもなんか入るっていう感覚がないしみんな多分駅使うからちょろっと寄ってちょっと飲むとか。 なんかそういう空間っていいなってやっぱ内地行ったら思いますねうちランチもうね目的決めてからしか出かけないからねそういうイベントってねなんかちょろっとあなんかやってると思って車をわざわざ止めて入るってことはあんまりない気がするんだよなだからやっぱ電車とかっていいですよねあとめっちゃあのやっぱり内地って思うのがあのお父様たちサラリーマンたちの団体で飲んでるのが多い のが羨ましいなっって思った沖縄の父さんたちさ、なかなかさ、やっぱ車だから仕事帰りにみんなに飲んで帰るとかないさ、ねなんかお家とかでホームパーティーチックで島飲んでるみたいなイメージじゃん、なんかだからそういうので息抜きできてないな、うちなんちゅうって思った、<laughs> お家でなんで飲むイメージよね、あと代行とかで帰らないといけないからねだからね。 あの内地のサラリーマンの団体おじさまたちなんかいいなって思いましたねそうルドル,ルドルフさんから「内地は駅並みができますね」っていいですよね駅があるの何でもあるよね駅って洋服もあるおいしいスイーツ屋さんもある化粧品とかも絶対売ってるしおいしいパン屋さんもあるしコーヒーもあるしで居酒屋とかもあるしね駅っていいですよね 沖縄、そういうのできないかなライカム <laughs> 近くで行ったらいっぱい揃ってるの、ライカムかな <laughs> そうよね、そこまで行くのもね、またね。えー、メール、ちょっといつ紹介できるかなえっ、ー、と、つかーさん、ありがとうございます。えー、メール、つかーさんにいただいております。おはようございます。あずさん、めぐさん、きょうのつかーです。 おめでとう。あ、1週間ぐらい入院してましたっけ兄弟なんですね。よかったですね。おめでとうございます。行ってみたい都道府県は、僕の友達がいる北海道かないいですね。北海道の友達がいるって。あずさん、メグさん、講師もよろしくお願いします。またメッセージしますね。いつもありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。北海道は真逆ですね、でも。<laughs> 美味しいもんでもいっぱいあるだろうね。 ずも行きたいです北海道もうランキング上位です余裕で北海道今行きたいですねしかも、うん、今行きたいさあ皆さん今日も、えー、今日のトークテーマおすすめ行ってみたい都道府県でお送りしておりますまだまだツイ勤するよりコメントまたメールお待ちしておりますメールアドレス 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp までどしどしお待ちしております それではここで一曲ご紹介します。松たか子で明日はどこから。 遅<ン>時刻は8時31分を回りました。 この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えいたします。まずは沖縄タイムスよりお伝えいたします。飲酒疑い、米兵隊員逮捕。19日午前5時25分ごろ、那覇市の国道58号、泊り交差点で、南向けに飲酒運転で直進してきた 米軍2トントラックと対向車線から右折しようとした那覇市上原の会社員平さんの軽トラックが衝突し平さんは搬送先の病院で死亡しました那覇署は同日米軍トラックを運転していた在沖米海兵隊牧港補給地区所属の上等兵ニコラス・ジェームズ・マクリン容疑者を自動車運転 処罰法違反と同行法違反の疑いで逮捕しました続いて同じく沖縄タイムスよりお伝えいたします琉球国迫力の演舞披露沖縄市結成35年で記念公演琉球国祭り大公の結成35周年記念公演 琉球国が4日、市民会館で行われました。市合わせの青年らを中心に、1982年11月に発足しました。今では県外や海外支部もあり、会員は計2500人以上といいます。この日の公演は、現役の会員のほか、初代の支部長ら、 36人がステージに出演し、迫力ある演舞を披露しました。続きまして、同じく沖縄タイムスよりお伝えいたします。10地域の婦人会、流部や日部披露。市婦人連合会の第21回演芸の集いが24日午後4時から、 市民会館大ホールで開かれました。2年に一度のイベントで、10地域の婦人会による、流部や民謡、日部、寸劇などのプログラムがあります。テレや婦人会は、地方を含め、三振、踊りをすべて女性が務めます。続きまして、琉球新報よりお伝えいたします。 秋風に爽やかン第28回中部トリムハーフマラソンが19日沖縄市の県総合運動公園陸上競技場を発着点に開催されました。ハーフと10キロ、3キロ個人の部に2440人、3キロ親子の部に529組が出走しました。感想は2343人。 五百二十九組で、完走率は九十七パーセントでした。事前申告したタイムと実際の完走記録に。誤差のないピタリ賞の該当者はいませんでした。続きまして、同じく琉球新報よりお伝えいたします。ペタルなし自転車、二十二日まで参加募集。 子供たちがペダルなし自転車で競う第2回キッズライダー選手権が25日午後から沖縄市の沖縄子どもの国で開催されます。参加費は500円で申し込みが必要です。22日まで受け付けます。以上この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えいたしました。 時刻は八時三十六分を回りました。本日のトークテーマ、おすすめまたは行ってみたい都道府県でお送りしております。まだまだメール、追記数よりコメント募集しております。メールアドレス七六一アットマーク fmkosa jp 七六一アットマーク fmkosa jp までお待ちしております。 時刻は8時39分になりました沖縄市中央パークアベニュー入り口国道335線沿いにあります FM 小座のスタジオから私は図がお送りしておりますそれではそれではこのコーナーでございます今日は何の日イエーイ今日は何の日のコーナーでございます まずは沖縄手帳からご紹介いたします。えっ、ー、と、本日11月20日、月曜日、旧暦10月3日、カノとイノヒでございます。満潮が8時22分、19時44分、干、えー、潮1時52分、13時59分となっております。えー、本日はですね、中江裕二監督、 ナビーの恋封切り1999年1999小もろ創始研究者ホカマホカマさんが2012年に亡くなったそうですおはようございます <laughs> それかですね沖縄返還に関する各持ち込み秘密協定日 1969年の今日だそうです。えー、それからその他今日は、えー、毛皮の日だそうです。なんでかな今日は毛皮の日だそうですよ。あと初のテニス試合軟式。1898年。 それから最初の帝国ホテルの落成開業、千八百九十年。それからですね、ポンドショック、株価爆落暴落、暴落、ポンドショック、株価暴落、千九百五十九年。 ええー、あと、コアラが多摩動物園で初公開。へえ、コアラって、そんな最近なんですね。1984年だっ,って。コアラ、それまでいなかったのかなどこの、あ、オーストラリアからこの時来たのかな <laughs> そうなんだ。コアラって、なんか、可愛く見えるけど、ちょっと怖いよね。 なんか怖いくなかったっけ意外にちょっと凶暴せなかったっけ怖い、ね、<laughs> 誕生か牛の牛の死たくさなんだろう花？牛の死たくさ花言葉は真実でございます以上、今日は何の日のコーナーをお伝えいたしました 時刻は8時43分を回りました、えー。本日のトークテーマ、おすすめまたは行ってみたい都道府県でお送りしております、えー。メールいただいております。ご紹介いたします。ありがとうございます。メイグ王女、あずちゃん、おはっちゃい。先日ミュータンの音楽祭へ行った時、前日の気温から甘く見て薄着をしたからか、 軽い、おかずな、もんちちだよ。<laughs> ほら、うちなんちゅう。<laughs> すぐ、大丈夫かなって感じで薄着して出かけたら、風邪ひいちゃうパターン。<laughs> して、テーマやしが、行ってみたいところがたくさんで悩むさ。今年から親を家族旅行に連れて行くために、3年計画で旅費貯めてるよ。いいねー 親はのんびりな温泉旅行がいいねって言ってて言るさあいいですねほんと温泉いいですよね誰も同じ建物に見えてここどこってなったよってあ東京で家族へ行った時はあ違う東京へ家族で行った時確かに <laughs> あっち上等ビルがいっぱい立ち並んでるからね北海道は修学旅行で行ったけどおすすめだよ定番の定番の駅食べたよ 誰も踏んでいないななはずな雪をパクっってて。したよって <laughs> でも雪さ初めて見た時なんか全然雪を見たことない時はもうふわふわなイメージもうふわふわのやつが落ちてきててもうその辺にあるのもふわふわの雪がなんか道路を囲ってるってイメージの時に雪降るとこ行ったら一応汚いさ道路だから。 で、黒い雪とか、カチカチの雪が、何初めてそれを見たとき、ちょっと衝撃だった。<laughs> 夢を壊された気分になったのをめっちゃ覚えてます。えー、えっ、ー、とですね、どこまで読んだっけ <laughs> モンチッチさんが、誰も踏んでないはずの雪をパクってしたよ。シロップかけたかったさって。確かに、美味しそう。 あのー、そこに住んでたら天然のかき氷とかしたいね。食べれるよね、きっとね。やる人いるはずね、子供たちとか。いつか雪祭り行ってみたいさ。確かに行ってみたい。もやってるのかな雪祭りとかって。まだかなでもやってそうでもない ?11 月後半とかから。ただ、モンチッチは、やっぱり地元沖縄を進めるわ。特にチューブね。<laughs> 中部の人、中部大好きだからね。<laughs> モンチの地元は沖縄市。音楽の町。いいね。沖縄市最高ですよね。A さんの町。楽しいよ。FM 講座もあるし、ゆったりまったり。バスは遅いけど、人は暖かいし、落ち着くし。あ、すいません。地元,、ま、地元自慢しちゃいました。<laughs> では、ラジオ聞けたら、仕事始まる前まで。ちちゅんどう

あ,ありがとうございます。お茶とコーヒーくれた。暖かいね。沖縄の人。<laughs> ありがとうございます。いいね。北海道行きたい。3年計画で今、候補が一番どこなのかな。でもね、沖縄温泉とかあんまりないからやっぱ温泉とかいいですよね。あそこ行きたい。ゆっくり紅葉とか見ながら温泉とか、山の風景を見ながら温泉とか、いいですね。 ありがとうございます。えっ、ー、と、それからツイキャスからもコメントいただいているのでご紹介していきたいと思います。皆さんありがとうございます。さっきですね、京都のいいところを言ってたんだよな。どこだったかなえっ、えー、と、あった。大塚健二さん、ありがとうございます。京都市内は案外寒いので、自転車で回るといいかもです。 京都を自転車でっていいね嵐山渦正渦正の銭湯だって居酒屋し子丸とその隣のお好み焼き屋さんかっこふわふわの生地ですがおすすめです京都行ったことなくてまずメグさん行ったことある行ったことない 今のね、メグさんの行きたい都道府県1位が京都みたいですよ。京都いいですよね。今、仕事場に京都から来た人がいて、もう京都いいよって言ってましたよ、その人も。やっぱ地元民がいいよっていうところはいいですよね。いいね、京都。なんか日本感じられそうだよね。<laughs> 京都行ったら。美味しいものもいっぱいあるはずね。ありがとうございます。 えっと。終わりかな、えー。今日のトークテーマ、おすすめ、または行ってみたい都道府県でお送りしております。皆様まだまだ、えー、メール、追求するコメント募集しております。どしどし待っております。メールアドレス76、761-fmcoza.jp 七六一アットマークエフエムドットジェまで、お待ちしております。それでは、えー、サボさんのリクエスト曲、ご紹介します。ラルクのウィンターフォール。

時刻は8時55分を回りました。えー、ここで FM 小沢よりお知らせがございます。えっ、ー、とですね、こちらは第4回クリスマスファミリーコンサート。えー、こちらアイレディースクリニックさんの主催で、えー、出演者が寺島さおりさんとか、あと、まぶや、ルージバブヤ マブヤプロジェクト。<laughs> って書かれてるかっこいいね。マブヤとか、えっ、ー、と、セブン、これ、セブンとか、か <laughs> セブンセブン,セブンウップスさんとか、うんえー、これは、サンタニ、三谷さん、友よさん、三谷友よさん。 とか出演するクリスマスファミリーコンサート2017年今年の11月23日なので今週ですね今週の木曜日お休みの祝日の日の23日木曜日に沖縄市民会館大ホールにて12時30分会場で一時開演全席自由 全席自由席となっておりまして、えー、とこちらは、当院アイレディースさんを、当院ご出産のご家族は1家族で1000円、お父さんとかお母さん、お子さん全員を含んで1000円、それからその他一般の方々は、中学生以上が1000円、小学生以上が500円。 また小学生以下は入場無料となっております。こちらは今年で4回目だそうです。第4回のクリスマスファミリーコンサート。えー、ぜひぜひ皆さん、行ってくださいね。足を運んでみてください。11月23日木曜日です。えー、また、アイレディスクリニックさんプレゼンツ、リスナープレゼントがございます。 第4回クリスマスファミリーコンサートの一家族分のチケットを10組様にプレゼントします。おこれ超良くないですか一家族分ですよ。ご希望の方はメールにてご応募ください。懸命にアイレディースクリニックチケット希望と記載。本文、氏名と連絡先を書いてください。メールアドレス。 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp までお待ちしておりますなお、f m c o に取りに来れる方限定とさせていただきます、えー、ルトルフさんにコメントでおじおばも一家族に入りますかってもう一家,、ね、家族だったら何でも <laughs> そうですおじおばも入りますよ これ超良くないですかお休みの日にみんなでお出かけできますよ。クリスマスコンサートにちょっと一足先にね、クリスマス感じられますよ。皆さんぜひぜひリスナープレゼントの方もご応募お待ちしております。さあ、これで8時台も終了いたします。このの後9時台もチャンネルはそのままで。 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りいたします。まずはじめに、暮らしよりお伝えいたします。年金保険料。 控除証明書は年末調整、確定申告まで大切に保管を。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され税額が軽減されます。 控除対象の国民年金保険料は、平成29年1月1日から12月31日までに収めた保険料の全額。また、過去の年度分や追納された保険料。配偶者、家族などの保険料。また、控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、 保険料を支払ったことを証明する書類、社会保険料控除証明書の添付が必要となります。こちらは日本年金、日本年金機構より郵送されます。郵送時期は1月1日から9月30日に納付した方は11月上旬、また10月1日から 12月31日に今年初めて納付した方は平成30年の2月上旬詳しくはお問い合わせをお願いいたします小座年金事務所電話番号098-933-3437また098-933-3438また098-933 三四三九までお問い合わせをお願いいたします。続きまして。農業者年金加入のお知らせです。農業に従事する方なら、広く加入いただきます。三つの条件を満たせば、どなたでも加入できます。 1.60歳未満。2. 国民年金第1号非保険者。3. 年間60日以上農業に従事する方。詳しくはお問い合わせをお願いいたします。問い合わせ先は沖縄市農業委員会事務局、電話番号0989293325。 また JA 沖縄小座支店、電話番号0989305500。また JA 沖縄三里支店、電話番号0989386450までお問い合わせをお願いいたします。 続きまして、催しよりお伝えいたします。仕事、暮らし、何でも相談会のご案内です。仕事や生活、法律などの悩み事に関する相談会です。日時は11月28日火曜日、午前10時から午後5時まで。場所は市役所大ホール、地下2階。 相談料は無料となっております。詳しくは沖縄市就職生活支援パーソナルパスポートセンターまでお問い合わせをお願いいたします。電話番号098-923-3624までお問い合わせをお願いいたします。 続きまして、沖縄税務署年末調整等説明会のご案内についてお知らせいたします。年末調整及び法定調書等の作成方法に関する説明書を開催いたします。説明会を開催いたします。日時は11月20日月曜日、午前10時から午後0時30分まで、場所は 沖縄コンベンションセンター対象市町村は沖縄市茶丹町読谷村中城村詳しくは沖縄税務署電話相談センターまでお問い合わせをお願いいたします。電話番号09893800310989380031までお問い合わせをお願いいたします。 続きまして、第23回沖縄市ハートフル展についてお知らせいたします。市内の精神科医療機関や家族会など、各参加団体の活動紹介、作品展示や作品作り体験などを行います。日時は11月28日火曜日、29日水曜日、午前10時から午後3時まで。 場所は市役所1階、市民ホール、市民ギャラリーおよび待合ホールにて、詳しくは、えー、障害福祉課内線3153-3160までお問い合わせをお願いいたします。続きまして、 平成29年度障害者週間福祉展示フェアについてお知らせいたします。障害者の福祉に関対する認識と理解を深め、社会や経済などあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、福祉展示フェアを開催いたします。期間は12月5日火曜日から7日の木曜日まで、 時間は午前9時から午後5時15分。場所は市役所1階市民ホールほか、詳しくは生涯福祉課内線31533160までお問い合わせをお願いいたします。 続きまして、沖縄市、沖縄市農業村生活研究会主催、私の自慢料理店についてお知らせいたします。テーマは、腕自慢、味自慢、島野菜料理。日時は11月30日の木曜日。えこちら、展示は午前11時から午後2時30分。 セレモニー及び試食は午後2時から2時30分より、場所は市役所1階、市民ホールにて、詳しくは農林水産課、内線3233、3233までお問い合わせをお願いいたします。以上、ハイサイ沖縄シティ。このコーナーは沖縄市の提供でお送りいたしました。 <Bye. S 2> <My outfit. S 1> 時刻は9時12分を回りました。 9時台も沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道3 3十号線沿いにあります FM コサのスタジオから私はずがお送りしていきます。えー、ここで沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたします。えー、本日沖縄本島中南部のお天気、曇りでございます。今日は曇りなんだって。 でもなんかさっきより晴れてきてるね <laughs> さっきどんよりしてたのに日中の最高気温は22度だそうです寒いねでもこれぐらいがいいですよね降水確率は朝6時からお昼12時まで10%お昼12時から夕方6時までが20% 夕方六時から、え終、ー、日三十パーセントとなっております。だん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 降水確率上がっていく感じかな。とか言って朝一降ってたけどね。<laughs> 沖縄本島地方の沿岸の海域では、明日にかけて波の高い状態が続く見込みです。うねりを伴った高波に注意してください。以上、お天気情報をお伝えいたしました。 続いて道路交通情報をお伝えいたします。えー、9時台、まずは自動沖縄自動車道からお伝えいたします。えー、ただいまですね、上り沖縄自動車道、自動車道、上り沖縄北インターにて、沖縄北インター付近から沖縄北インターにかけて、えー、とこちらは故障者が ありますあ沖縄北インターですね沖縄北インターにいて、えー、故障車があります気をつけて通行をお願いいたします続いて一般道お伝えいたします今の時間は渋滞はもう、えー、と解除されてますね、えー、ですが皆さんこのまま気をつけて安全運転お願いいたします 以上、道路交通情報、お天気情報をお伝えいたしました。 お送りいたしますのはギャラリーにいる春澤志麻さんリクエスト「チェッカーズ涙のリクエスト」。 時刻は9時18分になりました。本日のトークテーマ、おすすめ、または行ってみたい都道府県でお送りしております。メールいただいておりますのでご紹介いたします。ありがとうございます。あずさん、めぐさん、おはようございます。大塚健二さんよりいただいてます。お題、行ってみたいところ。えー、これは、健二さん。 地元の新座市 PR おすすめは辛いラーメンで有名な春屋さんこれ春屋でいいのかな読み方煮込みの美味しい鶏ぞうあいいね美味しそうあと焼肉屋029研究所ちなみにこれは毎月29日は29%オフだってあ,あったく それからね、18日は、えー、おとついかなおとつい、タロスケさんが茨城から春屋に来て、誕生祝いしてくれましたーって。べろべろ、そうだよねだ。タロスケさんさ、タるちゃんさん、あのー、新座市って書いた、洋服アップしたよね。ウェースくあれと思ったもん。べろべろに酔っ払い。どう帰宅したか覚えてなーす。 でしたって仲いいよねほんと皆さんうベロベロ酔っ払うまでさどんだけ飲んだの <laughs> 超楽しそうなんですけどあずも行きたかった楽しい放送聞いてます失礼しますってねケンジさんがね写真いっぱい載せてくれてるんですけどこれ焼肉屋違う春や辛いラーメン屋さんのね写真かな めっちゃ美味しそうこれ有名なのかな新座市のこの辛いラーメン屋さんでもめっちゃ辛そうなんかもうどす赤い真っ赤か真っ赤かのスープにもう野菜とかも乗ってるんですけど上にもうそれすらなんか赤いもうドロドロそう超辛いやつのドロドロって感じ辛そうじゃない今の表現 これ,これ食べれるんですか全部いい痛くなりそうだよねでもそれがまた癖になるのかなそしてねこのタロちゃんさんの顔楽しそうな顔顔赤いししかも <laughs> やっぱ合ってるねいいな本当皆さん仲良くて楽しそうありがとうございますえ誕生祝いってことは何ですか誕生日なのいつ さっきね、お母さんの誕生日 <laughs> お母さん誕生日、明日ですよね。あれ、さっきお母さん誕生日って言ってなかったっけ違うのかなけんちさんが誕生日なの明日 <laughs> あそうか。あ、そうだね、最後。お母さんのお腹にいた最後の日って言ってたもんね。あ <laughs> お母さん誕生日紹介してくれたのかと思っちゃったよ。 ケンジさん、明日誕生日なんだ。何歳になるのかな <laughs> 教えてくれるのかなおめでとうございます。明日は、ハッピーバースデー歌ってもらってね。<laughs> ありがとうございます。でも、ニーザ市も行ってみたい、埼玉のね。もう、ケンジさんが PR しすぎて、もう、ニーザ市って、自分の中で超有名。すごくないそういう。そういう、アピール上手な人。 新座市ですから行きますねそしたらちゃんとりぞーとか春屋さんとかゼロ二級研究所行きたいと思いますありがとうございますけんじさん明日そして誕生日おめでとうございます明日ね多分一番早いんじゃないおめでとうっていうの <laughs> あそうだあ負けたまあいいかなた郎さんに負けるのはありがとうございます え続いて、レジオネーム、恋するカッチャンさん。カッチャン、おはよう。ベグ、アズ、リスナーの皆さん、おはようございます。カッチャンはカッチャンだよ。もう、意味がわからない。<laughs> なんか、ほんとさ、最近、たまにしか、なんかこうやってメール、あのちょこちょこくれるようになって。まあ、意味がわからないあの。頻繁にメールくれたときも意味わからなかったけど。 たまにメールくれるのもやっぱり意味がわからないよねテーマおすすめ行ってみたい都道府県かっちゃんのおすすめ都道府県は徳島県だなへえ夏は阿波踊り秋は剱山剱山,山の紅葉に徳島県、えー、これは三好市三次市のかずら橋 で、冬は好き。え、なんかね、これ、橋の絵。この、かずら橋ってやつの絵かな。なんかすごい、なんだろう。イメージ的に、千と千尋の世界みたいな。なんか、幻想的な。なんか、不思議な空間。何こんなところあるんですか徳島県。そう、森よね。森の中に手作りの橋がかかってる。でなんかもう、いい感じの橋ね、でも。 クオリティが高いやつ徳島県ってでも結構沖縄の人行ってるイメージがある感じするけど徳島県の大学に沖縄うち団中いっぱいいるイメージ徳島分離大学かななんかめっちゃくちゃなんか知り合いとか後輩とかそこの大学に行ってるイメージが強いんですけどうち団中も多いのかな へでも徳島県おすすめされるとは思わなかったいいですね行きたいね阿波踊りってしかもこの秋の剣山の紅葉とかも長期になる徳島も紅葉綺麗なんですねいいななんか珍しくとってもいい情報じゃない <laughs> <laughs> かっちゃんさんありがとうなんか行ってみたい都道府県にまた浮上っていうか上がりました ありがとうございます。いい情報えー、続いて、お人工知能の夫さん、おはようございます。メールいただいております。ご紹介します。ちわす、昨日は女村健康福祉祭りで折り紙体験会を満喫してきた人工知能の夫っす。おそんなのあるんですね。え、すごいですよ。かわいい。一日中、折り紙三昧で楽しかったって。<laughs> 本当に好きなんですね本当いいねそんな本当に好きなやつがあるってそんなのんびりとした週末は昨日で最後明日からは本格的にグリーンフェスタの開催準備作業に取り掛かりますグリーンフェスタ沖縄県最大規模の植物の祭典ですが実は本土の植物マニアにも人気がありますへえ 毎年この時期に合わせて来お、えー、される方も多くて、えー、出店される業者にとっても本土の流行や、えー、注目の植物の情報が聞けるまたとないチャンスとなっていますってへえそんなこんなで中部広域グリーンフェスタ年末社ン大植木市年末社ン大植木市あの下に 読みみっててくれてた,みたい今ね「自力て読めた!」って思ったらね下に「読み仮名降ってたありがとうございますでも合ってました <laughs> 嬉しいが、えー、来月の12月1日から沖縄市農民研修センターにて開催されますよぜひ遊びに来てねって行きたいだってまたさ冬は冬の植物になってるんですもんねきっと 最近ね、ちょっとあのうちのサボテンさんがね、調子悪くて、あの長い、細長い、平べったいタイプの,あのサボテンがいるんですけど、名前は比がさんって言って、比がさん、比が <laughs> さ,さんがね、もう風ですぐ倒れちゃって、ありがとうございます。風でさ、すぐ倒れてから、あの細なくて平べったいからだはず、風邪をめっちゃ受け止めるわけ。で、帰ってくる、出かける時に、あの、 ちょっと土に埋めて固くしていくんだけど帰ってきたら倒れてるわけだからもうだん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 さ色が薄くなっちゃって緑色の色がかわいそうでしょひガさんがほんと元気なくてやばいでもさちっちゃい丸っこいサボテンもいてそいつは近所さんなわけそいつはもう丸くてどしっとしててちっちゃいから元気な大きさ ちょっと人工知能の夫さん、どうすればいいこれ栄養剤とかさしたら元に戻るんですかねサボテンの色。なんかめっちゃかわいそうで、土とかいっぱいの方がいいのかななんか一応、あまり大きすぎない鉢に入れてて、比嘉さんと金城さん。比嘉さんがね、対応してない気がするんだよね。なんかもっと埋めた方がいいのかなとか思ってて。ちょっとね、聞きたかったんですよ、人工知能の夫さんに。 これ、サボテンのアドバイスください。サボテンには栄養剤は必要かどうか。待ってます。ありがとうございます。メールも。皆さんもぜひ、えー、来月1日から始まる、年末シャボン大植木市。行ってくださいね。沖縄市農民研修センターにて開催されるそうですよ。さあ、それでは、えー、ここで、ケンジさん、リクエストの、セブンウッズ。 メロディーメーカー。 ちなみにきッーとアズメニーのワンダフルディズニー、イエーイ。おはようございます。お久しぶりミッキーさん。すいません先月はちょっとお仕事の関係で。ねあお仕事だったの？良かったもうねあのぶちられかたかと思ったね。そうどっかのバカバカがねちゃんと2日前にはあのこの日来れないのでねアズとメグさんにちゃんと伝えててねって言ったのに。びっくりよね。 え、来ない、みたいな。僕はあれですよ、あのちゃんとした大人ですよ。そうですね。まだ守れる大人なので。ミッキーさんはちゃんとした大人でした。そうです。悪いのはね、どっかのね。そう、どっかの、あの、ね、ワイ、ワイシイェ久しぶりですね、ミッキーさん。はい。今日は何ですか今日はですね、まあちょっと、あれですか、皆さん、ご自分の、はい。あの、ご家庭とかで、うん。まああと、 クリスマスまであと一ヶ月ぐらいですけど、そうですよ。あのお家あの飾り付けとかツリー出したりツリー飾ったりします？うんー、してない。してない。見ごたえもしてない。してない。したいよね。そうそう。やあのやっぱりね気分がね。そうしたい、うん。あの僕は、うん。まああのこう季節ね。 よくねまだ11月なのに街中クリスマス感出してんじゃねえよとかって言う人がたまにいるんですよ。めひがんでる人がその人たちはそう言うんですけどやっぱりディズニーを見てると季節の変わわわり目がかかるるんですね向こうがその時期にイベントをやるからもうすぐクリスマスなんだもうすぐハロウィンなんだちょっと早いんですよスタートが。 なのであのー、僕もそれに合わせてただハロウィーンはまあ九月から始まるんですけど、うん、あのディズニーがハロウィーン始まったらお家も少しハロウィーンのデコレーションいい、ね、でハロウィーンを待って十一月の頭からクリスマスのイベントが始まってるのでいい、ねうん、うちもおおツリーもうあれですかディズニーの季節感ともう連動 <laughs> 連動やばい <laughs> ディズニーの季節感と連動ですさすがそうするとああの お家に帰っても、うん、ディズニーも今クリスマスなんだなってやってるんだなっていうのが <laughs> あの分かるね<ー>いいっすねそ,そんなクリスマスですけど、はい、も,うもう始まってですねディズニーランドもディズニーシーもクリスマスの、はいえー、イベントが始まってまあ10日ぐらい経ってますけど、うんま、そうなんだでも結構始まったばっかりなんだね、はいうんまあ、まだ始まったばっかりですねへえー でまあ、最初はそんなにねあのやっぱり11月の初旬って東京もまだそんなに寒くないかな、うん、あれなんかもうそろそろね今日なんかものすごい寒いって言ってたからてもうとてもクリスマス感を感じる、ねうん、あのパークになってるんじゃないかなとで、ね、で毎年やってるんですけどここ、あのー、34年はあんまり大きく変わってないんですね内容がちょっとマイナーチェンジをしてるぐらいで。 ただもう本当に詳しい人じゃないと何がどう変わったのかよく分からないぐらいの。うん、でただディズニーランドで、うんあのー、ディズニーランドはあのー、シンデレラ城にプロジェクションマッピングをしてそういうちょっと見せるでしょあの何ライト当てるてライト当ててシンデレラ城にライト当てて、うん、こうディズニーの。 物語を映すっていうプロジェクションマッピングをやっているんですけどそれの初めて今回今年からまあクリスマスバージョンというかですねミッキーのギフト・オブ・クリスマスミッキーのクリスマスのプレゼントっていう題名でこれはあれですかこのクリスマスシーズンだけじゃなくてこの年間通してやってるうちでえっと今回クリスマスバージョンが初めて はい、あの年間通してやってるうちで今回クリスマスバージョンが初めてです。なのでクリスマスにの,の,、ね、あのプロジェクトマッピングやってて、まああのー、私たち<ー>あの、ね、さっきずっと話してたけど、うんあのー、3人でディズニーシー行ったんだけど <laughs>、まあ、あの行ったのはディズニーシーなんだけど <laughs>、うん、あの時11月1日だったからまだ何もやってなくて何もない期間か。 デコレーションもまだ何もなくて、うん、まあちょっと残念だったんだけどもう少ししたらね、うんあのー、イベントが始まるのはまだ先なんだけど、うん、デコレーションは最初にあの徐々に徐々にイベント始まる前からあの準備していくので、うん、あのあツリーが出てるツリー飾られてるって分かるんだけど、ね、まだ何もなかったんで残念だったんですけどじゃあグッズもまだその時は完全に出てない感じグッズは1日発売だったんで発売だったんで。<laughs> <倍> <laughs> 売ってましたねあグッズはそうなんだグッズはいつもちょっと先行して発売することが多いからグッズ飾り付けイベントあじゃなくてパレードみたいな感じそう<ん>あの流れあ流れグッズからスタートこういうのハロウィンだったらハロウィンのあそうグッズからスタート何じゃあいいねそうそうもうだからあの最初はねやっぱりすぐ売り切れたりするのイベントのグッズってうん やっぱり、ね、あのみんな欲しいからしかも毎年毎年やっぱり違いますよねさすがにこのあ毎年違いますちゃんとあのたいその年度が入るんですよあ<ー>2017ディズニークリスマスってだからどんなか毎年あのぬいぐるみもそうですし、うん、お菓子とかもそうですしちっちゃい全部確かに何か2017とかそういうのが入ってる気がする,入っててるディズニーとかってそ<う>あれやっぱあれなの,この毎年,その年によって プレミアがつくなんか年とかもあったりするんですなんかがあった年とかであのー、そんなにはない<レ>そういうのは、うん、そ,そ,そういうのはないね僕としてはつけてほしくないんだけど使えないさねそうなんだよねよ年に <laughs> そうなんだよねだからあのー、ね毎年行ける人はいいけど、うん、ねそんなにね頻繁に行けない人はね、うん、ずっとねせっかく向こうで買ってきたものとかでもなんかね年度が入ってた来年とかずっと使い続けにくいですよねそう そうなのねそ,そこがちょっと悲しいところ <laughs> <laughs> 大体何人でも入ってるんですよねぬいぐるみの足の裏に2014年の「g c クリスマス」とか入ってるからあのいつのかばれるんですいつ買ったのか <laughs> もう毎年来いっていうあれなのかなメッセージでもあるのかな毎あそうだねねまあ毎年新しいの欲しいでしょっつってそうそう毎年 <laughs> その年のグッズを売りたいんでしょうね <laughs> <laughs> そ,うそ,うそれでランド、はい、ランドでそれが、まあ、始まってるぐらい目新しいものはですね <laughs> <ー>なのであと大きく変わってないんですけど、うん、まあでもあのやっぱクリスマスはですね、あのー、一番華やかになる、うん、きらびやかにキラキラしててとっても美しいのでぜひこの時期に行くのが私一番おすすめかなと思って、うん、そうですね、うん、なんかクリスマスにディズニーってなんか いいでもめっちゃ寒いんですよね寒い12月はまた大丈夫11月はまだ大丈夫12月後半はちょっとやばいやばいニーめっちゃ寒いってミッキーさんめっちゃいますよねそう寒い耐えられないぐらい寒くうわもうあのみんな言うんですけど暑いのは我慢できるんです寒いのはやっぱり我慢できなくてしかもずっと待ってるからね列とかそうじっとしてることも多いから あのもう、もう底冷えしても、なんか。もう、体の芯から冷たくなっている感じがして。<ー>だから、ちょっとダウンを取ろうと思って、お食事とかしても。うん、あんまり復活しないんですよね。<laughs> もうお家帰って、あ、お家っていうか、ホテル帰って。<laughs> うん、お風呂入ったら元気なる。やっ,やっと元気になるんですけど。寒いですね。寒い,ってい,う、ね寒い、寒いの大丈夫ですか。か寒いのいい。暑いのより寒い,のい,い。寒いのい<ー>暑いの嫌い。暑い <laughs> まあ。夏もきついけどね。 夏のディズニーとかなんかもう人はい,、はい、やばいねそう人混みの中をのね。夏行ったことないです、逆に冬しか行ったことない、もうどっちもだめじゃんね。夏も行かないほうがいい冬もきつい、まあ、冬はまあ好きな人だったらね一応あと<の><の>イベント、冬いいですもんねクリスマスとかちょっとさあの涼しくなった時期にハロウィンとか。そうだね イベントごとは、うん、冬のイベントがやっぱりなんかあのー、なんかいいねなんかねちょっとね、うん、ロマンチックでなんかねなんかディズニーとかって冬になるとサプライズとか多そうサプライズ、うん、なんかクリスマスシーズンに告白とかであ<ー>ディズニーとかでサプライズとかありそうそういうのね、うん、ああそうだねディズニーであのプロポーズする人も結構いるよねあの話聞きますのであれってキャストさんに事前に言っとくのかな 協力したりするさんキャストさんがあのー、実際あんまりしないですよ、うん、そこまではやっぱり一般人にみんなみんなにみたいな、うん、あのー、まあ向こうも忙しい <laughs> そうですよね働いてるもんねだからまあもう自分たちで、うん、まあカップルで二 <laughs> 人で頑張って頑張って男の方がエスコートしてロマンチックにプロポーズできると いいねいいかもですねディズニー行きたいね冬のこのクリスマスシーズンでも逆にハロウィンは行ったことないけどクリスマスはあるような気がするんだよなあんま覚えてないけどでもどっちかっていうとハロウィンの方が混むって言われてるんですけどねですよね、うん、クリスマスよりなんかワクワクするしハロウィンそうハロウィン皆さん今年からちょっと、まあ、先月話しようと思ってたんですけども、うん、休んじゃったので <laughs> 今年からルールがちょっと変わって何ですかああ<の>ちょっと当てていいです あのー、仮装 NG だったじゃないですかそれが OK なととかあ,あのー、半分正解ですおお仮装期間が決められたのがなくなったんです、うん、だからつもうずっとハロウィン期間中はいつでも仮装して全身仮装して、あのー、いいんだ良く,くなってだから行った時に、うん、もう本当に皆さん結構本当にクオリティが高いんですよ、うん ディズニーに来るる仮装する人たてるあっもうそれもディズニーキャラクターにそ,、うん、それ決まりでディズニーのキャラクター一応に限定でへえほにすごいすごいそうだから勝手になんかいろいろなところであの撮影会が起きてクオリティのすごい人が、ねあ,まあ普段ねアニメとかでディズニーのアニメとかで見てるとあんまり何も感じないですけど結構実写にして、うん、あの ディズニーのキャラクターの洋服を真似するとですねセクシーなのが多いんですよあのティン・カーベルとか露出あるじゃないですかそうかもだから、あのー、どうするんだろうな、まあそういう人はまあ羽織り物を羽織ってくださいみたいなこと <laughs>、うん、だからジャスミンとかさあのあジャスミン、ね、めっちゃお腹出てたりするよ、ねうん、そうそうそう,そうセクシーなあれじ実写版で人間がやるとかなりセクシーになるんですけど <laughs> あれで見てると何も感じないんですけどね、うん さすが確かにそれももう観コピーしてくるのかな観コピーしてきますはいあの本当綺麗楽しいねじゃハロウィンの時期そうたの楽しいだからみんな来るのかなと思ってしかも今年はちょっと規制も緩くなったっていうしねそう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 楽しい楽しいクリスマスも楽しいみんなでいきましょうこれからはクリスマスですねそうツリー飾りましょうツーあ本当ですよ飾ってますかツリー飾ってますよもうちゃんといいですね ね <laughs>、何分まででしたっけ?もそろそろ。もうそろそろですよ。あ、もう終わりです。<laughs> もう、あのー、まあ、どうでもいい話ですけど。はい、あのー、うち祭り飾ってるんですけど。うん、あのー、まあ、一歳半の息子がですね。あの可愛い子ちゃんね。飾り付けをもう。取る、取るんですよ。うん、触って、だから、子供の手の届かない。ところにばっかりオーナメントつけて。<laughs> <laughs> 下,下の方は全然ない <laughs> 下が寂しくなるっていう釣りになってます <laughs> かわいいねそれもまた成長を感じる感じでいいね大きくなったらどんどんあの下に下がってきてからねそうだね昔は全部上だったのにみたいなねそうだねもうテレビ台とかにあの物を置いてたら全部取ってあの投げたりするから <laughs> あ,のあれですかティッシュの箱とか全部出します中身あれみんなやりますよなんかみ,みんなやるって言いますね でみんなあのリモコンもガチャガチャするテレビでって言うんですけど、うん、うちの子あのリモコンは親に渡して <laughs> あの YouTube にしろって言うんですよあすごいよね今の子 YouTube そう,そう YouTube 大好き <laughs> 困ってるんですけどすごいですよねのすぐ見せろ見せろってリモコン持ってくるんですよ <laughs> YouTube に帰ろうって言ってテレビつけてるとです、ね、あれ すごいなんか自分なんかのちっちゃいあの友達の子も自分でパッと触って YouTube 開くみたいですよ。ああ あれやっぱり良くないから見せるいと、あれあのね、ねあのほったらかし見て黙って見ててくれるからね。見せ,見せちゃうけどね、<laughs> そうそうあれもう今からくせなってたらやばいよね。やばいね、うん、もううちもう手遅れ。そうね、それを取り上げしたらしくて <laughs>、その子の取り上げされた瞬間の動画が。アイパッドって言って泣いてた。可愛くない。<laughs> アイパッドってかわいい。可愛 <laughs> い,いっすよね。あ、そろそろ終わりですよ、ミッキーさん。あ、もう、あれですね。 じゃあこのままミッキーさんあまだもう終わりじゃあミッキーさんのあれ聞きましょうかなんかおすすめとか行ってみたい都道府県ありますあ、行ってみたい都道府県、うん、僕あのー、東京より上に行ったことがないんですよ、うん、え北北の方ですねそうなのそうそうず,ずっとあのー、関西九州あ<ー>東京から南側でじゃ東北とか憧れます、ね、あそう東北 ねあのー、どれだけ寒いのかなってちょっと体験しにめっちゃ体験しに行く体験しに行きたいなって <laughs> 絶対無理さミッキーさん東北方面に行きたいですね宮城仙台とかですねあでも美味しいものいっぱいありそうだねあるよねありそうだねまた3人で行ったらいいじゃないですかだからね今度,今度京都行こうって話で <laughs> <laughs> だからさ <laughs> 三人で行くんです。三人で。あ、仲良し。行く行く。一緒に行く。行く行く。みんなで行きましょう。みんなで美味しいものいっぱい食べましょう。さあ、今日も終わりですか？行ってもらいます。今日のテーマおすすめ行ってみたいところなんです。そう。おすすめ行ってみたい道府県。先週福岡行ったんですよ。あ、これも福岡美味しい。そう。前も行ってなかった？前も行った。二回目。二回目。あ、本当。 福岡おい,い、ね、岡美味しいも,うもつ鍋おいしい福岡本当にいいところだと思っいたことあります福岡僕福岡半年ぐらい住んでましたのでお<ー>福岡市にへえ<ー>しかも福岡市福岡あのもうキャナルシティから10分ぐらいのところに住んでましたやば都会人そうだからもう,もうチャリンコ乗っていつも <laughs> かっこいいチャリンコで福岡市内を疾走してましたけど、ね、<laughs> <で>あっちほんとお店多くないですもうやっぱり あの五大都市の一つですからねは<ー>福岡市も結構日本海側なのであの雪が降るんですよ結構雪降るんですよ雪降るんですよあの場所太平洋側より全然あの場所へえ<ー>だからセンチとか3センチいつも冬いつもっていうか冬積もった時に<ー>その中でも僕自転車で疾走してたので <laughs> <laughs> 安全運転です <laughs> 焦げるんですかそう重かった <laughs> ペダルが <laughs> ちゃんと雪用のやつに変えました うん。そのまま。そのまま。だからそこらへん打ち断中。そう。だからもうほらずっといるわけじゃないっていうのもあったから、あので自転車どうしようかなとあの次の日に沖縄に帰るっていう時にちょうど盗まれたんですよ。ラッキー。そんなことあるんですか。そう。こうありがとう。逆に。たまたま。 どうしようかなどうやって処分しようかな、はい、ってね放置,放,置車両放置自転車問題になってるから、うん、向こうはそしたらでです盗まれたんです、うん、盗まれた帰る前日ぐらいに,帰前日にすげえ絶対これ知ってた人が盗んだんじゃないまあそれでもありがとうだよねあ,ありがとうだった <laughs> <laughs> 面白すぎでしょ盗まれたさあミキさんの福岡の思い出は 自転車が盗まれたこととあのー、あれですやっぱあのー、楽しかった福岡 <laughs> あのいいところだなと思ってた,たいいとこですね<あ>また行きたくなっちゃう福岡は、うん、さあもう今日もそうそう終わっていいですかもうあっやめる,かなああやめる じゃあ、ありがとうございます。しげきっくさんからメールいただいてます。ありがとうございます。あずさん、おはようございます。先週から2年間の仕事で、福岡から沖縄に来てます。逆ですね。逆ですね。逆ですね。2>, すね <laughs> 2年もいるので、この際、三振を引けるようになりたいと思い、昨日は那覇の三振組合で三振購入して少し引いてました。え、三振高くないですかすごいね。いつか語り、 えー、弾き語りできるようになればいいななれればいいな今週から先生のもとで練習していきますリクエストはビギンサンでお願いします来週かなはでもいいですね福岡から沖縄に逆に来てるんだねいいとこですか沖縄沖縄好きですかね <laughs> 沖縄ね、うん、でも福岡もいいとこでしたよとってもまた行きたいなと思いますさあ皆さん今日もそろそろ 終わり、今日メールね。ちょっとまだあったんですけど、今日もちょっと読めなかったな。皆さん今日もありがとうございます。<laughs> えっとですね、今日も本当にメール、えー、コメント、リクエストありがとうございます、えー。お相手はアズがお送りいたしました。この後10時間リリン,ンタイム、えー、11時間は親分はイエス様などなど、えー、今日も一日、FM コーで楽しんでください。 明日はサーリーが登場いたします。お楽しみに。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。バイバイ。